こんにちは、プロドリフチャンネルです。皆さんのうちのポインセチア、プリンセチアどうなってます？今しっかりと色ついてますか？桜が咲いて終わって、八重桜がそろそろ咲くかなという頃がポインセチア、プリンセチアの植え替えの時期でもあります。このままだと夏までにはこんなに大きくなってしまうので、今の時期ちょうどリフレッシュをする時期です。ではと思うぐらいに思い切って短くしてしまうので、ちょっと見ていてください。まあ節があるところで切ってしまいます。バッ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 と、もう適当で構いません。こんな状態で大丈夫です。ただ気をつけないといけないのは、この白い樹液に触ると人によってはかぶれることがあるので、この点だけは気をつけてください。まずは思い切っての剪定ということが一番になります。